サー・サイモン・クリスティ・クーパー GCVO は、イギリスの軍人。イギリス陸軍の将校として、王室師団長、ロンドン軍管区長、王室内務主事などを歴任した。1936年、陸軍少将ケネス・クーパーの息子として、生を受ける。ウィンチェスタースクール及び王立陸軍大学で、陸軍士官として、教育を受け、1956年に、ライフガーズ連隊に配属された。その後、アデンやロンドンでの勤務を経て、1957年から1963年まで、ライン軍団に所属する王室騎兵連隊の連隊付副官として勤務。1965年、陸軍参謀総長付の副官として勤務。1966年から1967年、インドネシア・マレーシア紛争最中のボルネオ島や、マラヤ危機最中のマレー半島に派遣される。1968年から参謀大学で教育を受け、参謀将校としての資格を得る。1969年から1975年まではライン軍団に勤務し、また1974年から1976年までライフガーズ連隊の連隊長を務めた。1976年から1978年まで参謀大学にて参謀長として勤務し、その後は王室騎兵連隊長たるシルバースティックを務める。1981年から1982年、王立装甲軍団センターの司令官を務める。1983年、防衛学王立大学で教育を受ける。1983年10月20日には少将に昇進。1984年から1987年まで王立装甲軍団の総監を務めた後、サンドハースト王立陸軍士官学校校長に就任した。1989年から1991年、王室師団長たるロンドン軍管区長に就任。1991年8月26日、陸軍を退役。1992年、王室内務主事に就任し、2000年まで務める。また、1992年には同時に、侍従の肩書きを与えられている。1987年には、ロイヤル・ヨーマンリー連隊から、名誉大佐の称号を贈られている。クーパーは1991年に、王室師団長の任期を終えた際に、ロイヤル・ビクトリア勲章ナイトコマンダー級を受章しており、また2000年に、王室内務主事を退職した際には、ナイトグランドクロス級に昇格されている。ありがとうございます。